高、森豪高、森豪とは、熊本県熊本市と、同県阿蘇郡高森町を結ぶ快速バスである。一時期においては一部便が、河内、上野経由で、宮崎県西臼杵郡高千穂町まで延伸されていた。なお、この港では2008年10月1日から2010年3月31日まで、 運行されていた熊本空港高千穂間を結ぶ特急バスについても述べる。道路線は、かつて1970年代において、国道57号線を経由する快速、高千穂号として運行されていたが、快速便廃止後においては、熊本高森間を結ぶ普通バスとして1日2便、程度1990年代前半まで、長らく運行されていた。 普通バス廃止後においては、熊本の米岡おか線を利用するか、大津町もしくは縦のバス停において、乗り換えが必要であったが、2003年10月に、田原山バイパスの全面開通により、南阿蘇方面のアクセスがより一層便利になった、ことから、利用客増大のチャンスを生かして、同バイパス開通と同時に、高森号として、運行を開始した。 だが、2016年4月に発生した熊本地震の影響で、田原山バイパスが普通となっていた、関係上、同年12月25日までは、代替区間として、南阿蘇グリーンロード経由に変更して運行していた。座席は、全席自由席。運賃は、車内生産。乗車券は、熊本駅前案内所窓口、または、桜町 BT。 麻生熊本空港の自動券売機にて購入できる。熊本県菊池郡菊陽町に位置し熊本の空の玄関口である熊本空港と神話の里として近年多くの観光客が訪れる宮崎県西臼杵郡高千穂町とを結んでいた特急バス。当初は2008年10月1日から2009年3月31日までの期間限定での運行だったが、 同年4月1日以降も道路線の運行が継続された。また、当初は、九州参考バスと宮崎交通との共同運行で1日4往復8便だったが2009年8月1日より、高森号の一部が、河内、上野経由で高千穂まで延長したのに伴い、九州参考バスが撤退し、 宮崎交通一社のみの単独運行として1日に往復4便となった。東路線は航空ダイヤとの接続や南阿蘇鉄道のトロッコ列車、ユー号への接続も考慮したダイヤとなっていて、既存の熊本延岡線と合わせると、熊本空港から高千穂までのアクセスが一層便利であった。 2010年3月31日をもって、運行期間終了により路線廃止と同時に、高森号における高森高地保管の延伸運行も終了した。バスターミナル移転のお知らせ。熊本桜町再開発株式会社。2016年1月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年10月16日閲覧。 田原山バイパス被害申告トンネルや橋、損傷大熊本日日新聞、快速高森号震災特別台や運行時刻表、運行日、平成28年5月9日から、しばらくの間。九州参考バス。2016年6月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年5月6日閲覧。2019年9月11日。 熊本交通センター所在地及び名称を変更についてバスターミナルをご利用の方へ熊本桜町バスターミナルの乗り場のご案内九州参考バス2019年9月7日閲覧2019年9月11日熊本都市圏のバス案内番号が変わります九州参考バス2019年8月11日閲覧 麻生の大動脈復旧タワラルートが全面開通2019年9月14日。ありがとうございます。